はい、どうも、黒ひげ系パッキューレディオでーす。どうも、山。今日の、ショート動画なんですけど、昔なんですけど、格闘技で、2001年の大晦日に、猪木軍 VS K1 ってやったの覚えてますかね。その、大将、ジェルム・レバンナをぶっ倒した安田忠夫選手ってみんな覚えてます？いやー、なんか、これニュース記事見たんですけど、すっごい変わっちゃいましたね。なんか、あれですごい大金を得たんですけど、結局それも全部ギャンブルに使っちゃって、で、今、ホームレスぐらいしかなんか今やってるらしいんですよ。なんか警備員かなんかをやりながら、ホームレスに暮らしてるみたいで。やばいっすよね。だからやっぱり、ギャンブルは怖い、っていうことがわかりますよね。人の人生をダメにするもんだと思います。だから、ギャンブル依存の人は、本当にそこから抜け出した方がいいと思います。はい。どんなにすごい人も、一気に転落していくんで。以上。